小泉元総理が安倍総理の参戦は難しいだろうとの認識を示しました。この総裁選参戦というものをどう見られてますか。まあ難しいだろうな。もう信頼がなくなってきたな。何言ってもね、言い逃れに捉えちゃう。言い訳、関係したら辞めるとかね、日本語その通りとれば誰だって関係してるのを知ってますよ。また加計学園の問題で柳瀬元総理秘書官が記憶の限りではお会いしていないと愛媛県の担当者との面会を否定していることについて、記録が残っていたら認めるしかない、多くの国民は記録の方を信用すると述べ、政府の対応を批判しました。